ブレニュスは、フランス海軍が最初に建造した全土級戦艦だが、フランス海軍では、装甲艦の時代から依然として、艦隊装甲艦と呼称しており、区別はしていない。なお、同系艦はない。本艦は1891年度海軍計画により、マルソー級の一隻として寄港されたが、オーブ解消により、建造差し止めとなり放置され、 オーブが鋼鉄されるまでの間に新開発された設計思想と新技術を用いて解説系となり、全くの別館として建造された館である。1900年頃に取られた本館タイプシップは全級である、丸層級に取っていたが、前述の通り新しい設計思想により、近代化された設計で、全周を装甲で覆われた、連装砲塔や砲塔化された副砲 ベルビール式高温高圧艦、全時代的な昇格の廃止などを盛り込んだ時代を先取りした艦であった。主イカりは前球までは艦艦に直置きするアンカーベット方式から現代艦のように垂直に切り立つ艦手の鎖口に引き込む方式をいち早く採用している。艦手艦艦から前向きに連装式の手法等一気を配置、前哨は 環境構造を主砲登場部にオーバーハングさせた特徴あるものであり、頂上部に耐水雷艇迎撃用の 47mm 単装速射砲を配置したミリタリーマストが立っている。その背後に断面形状が箱型の煙突が2本立ち、その周りは関西艇置き場となっており3本のボートダビットにより要集される。中央部看板には 近代的な円筒型の 16cm 単装複砲塔が背中合わせに2機ずつ配置され、その下の原則にケースメート配置で 16cm 単装砲が片元3機ずつ配置された。2番煙突後方に簡素な短脚式のミズンが立ち、その背後の後部甲板に 34cm 単装主砲塔が後ろ向きに配置された。世界の感染増加第38周。 フランス戦艦士、ありがとうございます。